球数のペースとしては非常にいいペースで来ています。ここは三塁三遊間、坂本バックハンド一塁送球、華麗な守備をキャプテンが見せました。4回の裏はジャイアンツの攻撃が、先ほどの坂本の逆シングル、2番ショート坂本、今日は子供たちもたくさん応援に来ていますから、こういうプレー見ると喜ぶでしょうね。そうですね、まあ多分本人からしたらね、難なくという ねプレーですけども、はい、やっぱりねこういったプレーを見るとね、はい、やっぱり子どもたちも同じようなねプレーがしたいと ね憧れますよね。ペナントレース全体の流れで見ますと、オリンピックブレイクという形で1ヶ月近く休みがありますが、坂本の当たりはセンターの前、ノーアウトランナー1塁。この前半戦を終えるまでにどういうチーム状態でそのブレイクに入るかというのは大事ですね。そうですね、まあ、特に、まあ、当然ね、はい、今日はその試合も大事なんですけども、はい、週末ね、首位阪神との、ね、試合もありますから、どういった、ね、位置で、はい、まあ、前半戦を終えてというのは、ね、大事ですし、はい、あとはね、もうこれはよくも悪くもどっちに出るか分からないんですが、はい、やっぱ少し期間が空くのでね、これがちょっと想像つかないなという ね、 そうですね、ところですね。これまでのペナントレースとは全く違った形でこの後半戦を迎えることになります。日本のプロ野球です。ショートゴロ取った、強打、一塁送球、ヘッドスライディング、アウト、強打のファインプレー。原監督は出てきてリクエストはしません。強打ファインプレーです。5回、勝ち投手の権利のかかるマウンドです。打ちました、一、二塁間出ました、ツーアウトから強打、今日2本目。何かきっかけをつかんだかもしれませんね。そうですね、しっかりね、その、はい、まあ、打つ振るべきボールというのを、ね、しっかり待って、はい、今ね変化球うまく、ね、拾いましたけども、昨日もヒット2本、そして今日も2安打、そして、まあ、俊足の強打が一塁に出て、現在安打数がリーグ2位という大島。